それではお時間になりましたので始めてまいりたいと思います。本日は皆様お集まりいただき誠にありがとうございます。この度このセッションをお選びいただきまして誠にご愁傷様でございます。本日は私たちバッドオープンデータ供養寺のためにこのような素敵な寺っぽい会場をご用意いただき誠に上の方々感謝申し上げます。それでは本日重要なことといたしましてプログラム ID は121番となっております。本日こちらにチェックインしていただきぜひジョイボタンを神妙な場ではありますがジョイボタンをできるだけたくさん押していただけますようお願い申し上げます。それではバッドオープンデータ供養寺まずは会場の決まりごとをご説明いたします。一つバッドオープンデータを憎んで人を憎まないこと一つデータ作成者に敬意を払うこと一つ日々バッドデータと格闘するエンジニアやアナリストを敬うことねぎらうこと右場内において定めてさせていただきます。バッドオープンデータ供養寺それではバッドオープンデータとは何なのかまずご説明をしてまいります。バッドオープンデータというのは分析をしたりサービスを作ったりしようとしたときに使用可能な形式になっていないオープンデータのことを言います。こういったバッドオープンデータ使えるようにするには非常に膨大な手間がかかってまいります。さらに中にはデータの解釈に支障をきたすような凶悪なものもあり気づかずに使ってしまうと大変悲惨な目に遭うという厄介なものでございます。特にバッドオープンデータがもたらす経済損失についてご説明をしてまいりますとバッドオープンデータが世の中に流通してしまうとそれぞれの使いたい企業や団体のところで都度加工するためのコストがかかってまいります。これは非常に経済全体で見たときに本当はいらないコストがかかっているわけなんですね。こちらをどうすればいいか簡単なことですね。公開元でグッドデータに変換して公開されればそうすればいろいろな企業や団体でこのクレンジングの失礼いたしました供養のコスト供養のコストをかけずにそれぞれ会社や団体でやりたいことにもっとリソースを集中できると、まあ、そういった世の中にしていきたいという思いがございます。つまり社会全体としてかかるコストをもっと減らして効率化していくより価値を出す方にリソースを使えるようにしていきたいとそういうことでございます。ここで、まあ、供養というコンセプトについてご説明させていただきます。バッドオープンデータとは誰かを苦しめようと意図して生み出されたわけではございません。作成者は適切なデータ形式がどのようなものか知らなかったのか、まあ、いろんな事情があったんだろうと思います。しかしバッドデータは二度とこの世をさまよわないように成仏させる必要がありますこのバッドオープンデータ供養寺とはこの世をさまようバッドオープンデータを供養つまりデータクレンジングしてグッドデータに生まれ変わらせようというそういった場所になります。このバッドオープンデータ供養寺本日一周忌を迎えました。昨年新潟のサミットにおいて1セッションとして開催をさせていただいたところ、はい、満員御礼ということで非常にたくさんの方にご参加いただきました。はい、本日も非常にたくさんの方々にお集まりいただき誠にありがとうございます。そして、まあ、こんな感じでですね何名かの登壇者の方々ご参加いただきました、はい、そして本日こちらの僧侶の皆様にお集まりいただいております。順にご紹介をしてまいります。
まず内閣府の政府 CIO 上席補佐官の平本さんです。そして続きまして京都市の林さんです。そして少し順番を飛びまして宮崎市の落合健二さんです。そして見えるねの古川さんです。そして本日残念ながら登壇予定だった自動処理者の高木雄介氏は残念ながら来れなくなったという見守っていていただきたいと思います。こうした皆様に本日のテーマは今日から使える供養術ということでそれぞれの皆さんにお話をしていただきます。ですので発表を聞いている間ですね、ちょっと冒頭でご紹介を忘れました。本日スライドゥで質問やご意見受け付けております。スライドゥのコードはシャープ供養です。 KUYO で供養でログインしていただきます。こちらで何でもご質問やご意見などお寄せいただければと思います。そしてこの供養術ということで、まあ、例えばということで私の方から一例ちょっとご紹介をさせていただくとですね、例えばこんなエクセルありますね。これどういうものかというと、こうセル結合を解除したときに値が空のセルが生まれてしまうというパターンですね。これ結構厄介なものあると思います。でそういった時の供養術としてエクセルの機能を使うことで一気に埋めるものがあるんですね。今日ちょっとこれ写真を撮っておいていただいてお手元で試せるようにと思ったんですが、ちょっと解像度が悪いですね。後でいろんなソースからちょっと資料を共有しますので、それでちょっとお試しいただければと思います。ちょっとデモをやろうかと思ってましたが見づらいので、はい、またお手元でお試しください。このジャンプ機能というものを使うとセルの空白のところだけを選択してそれで上の値全部一気に埋めるというのができます。これすっごくやると気持ちいいのでぜひ試していただきたいと思います。はい、それでは私の方からのお話は以上とさせていただきまして、本日の僧侶の皆様からですね実際の供養術をご紹介していただきたいと思います。まずは平本さんからお願いいたします。ちなみに本日持ち時間10分間となっております。はいはい、10分間過ぎましたらこちら の, タイムキープがわかりました。はい、では平本でございます。まあ、先頭バッター一番つまんないということでですね、いきなりつまんないスライドから始まってるわけですけれども、一応オープンデータやるって言ってるんですけれども、まあ基本的にはですね、もう役所のバットオープンデータというかプレゼンデータですね、これ供養してほしいなと僕は思ってまして、もうみんなですね、こういう資料、さっきみたいな資料を見たたびにですね、必ず読めねえよっていうことの PDF かよっていうですね、再利用もできないっていうね、ここら辺をまず潰すところから入ってほしいなと思ってるんですけど、まあこれは前段としてですね、まあいよいよ我々の、今日のテーマということなんですけれども、まあいろんなところからですね、いろんな、まあ、バッドデータが出てきてですね、千客万来な感じなんですけれども、まあ、ここに対してですね、こういうなんか怪しい人がいてですね、なんか六文銭置いてきなさいよっていう形でここでビジネスをしてる人たちがいると。でもね、泥船だけどね、ウフフとか言いながらお金を儲けてるわけですよ。やっぱりこれは良くないなということでですね、それで
まあ、先客万来から観光取りへっていう形で、ビジネスモデルを転換していきたいなということで、まあ、一つには元から立つということで、まあ、さっきクレンジングって話があったんですけど、クレンジングじゃなくてちゃんと作ろうよっていう話があると思うんですよね。それともう一つは就活を行うということでですね、まずあの外に出す前にきちんと就活してくださいと、データをきれいにしてからみんなに公開してくださいということでですね、まあ、そういうことで今日のテーマはデータ品質って書いてあるんですけど、ちょっとデータ品質についてあの語りたいなと思うんですけれども、まあ、データ品質を語る前にということでですね、まあ僕が出てくるとなんかみんながきっと興味を持ってるのはハンコ問題ということでですねいろんなこういう赤いもの、本人確認データですね、オープンデータじゃないんですけど、こういうデータが来るんですけれども、まあ、これ供養してほしいなということでですね、でも印鑑は文化です。印鑑燃やしちゃダメですからね。印鑑じゃなくて、皆さんに直していただきたいのは、押印は儀式で、もうただ単にあれは儀式でしかないので、これはぜひともですね、どんどん直してほしいんですけど、まあ、供養のポイントとしてはですね、僕は質問攻めでしかないと思ってます。で、質問攻めでですね、なんでこれ必要なんですかって押印を押すたびにですね、嫌味のように言い続けるっていう話、それとどうしても押さなければいけないんですかって話と、押さないと何が困るんですかねって、もう徹底して突き詰めるという話でですね、そうしたらこの前某僕の所属してる市からですね、超、嫌な顔されましたけども、そうは言いながらもですね、これやってたら、あの広島市さんなんかはなんで押さなきゃいけないんですかって言ったら、次の年から印鑑っていう欄なくなりましたからね。それは非常にいい成果ですけど、某あの外資系コンサルティングの会社はいまだにあの去年も文句言ったんだけど、今年も印くださいって来ましたけれども、まあ、そういうのに対してこういうのを言い続けるっていうね、してもう最後は21世紀ですよね、まだハンコ欲しいんですかって話で、各このデータをもらいたいっていう人にですね、攻めていくということで、全然オープンデータじゃないんですけど、そろそろあのちゃんとしたところに戻らなきゃいけないなと思うんですけど、まあ、データ品質って何だっていうふうに皆さん思われると思うんですよね。それで、まあ、それ以前にやることもあるんじゃないかということで、例えば、サポートのようで、サポーなんとかな会社って書いてあるんですけれども、これ何かと、皆さん意味わかんないと思うんですけれども、サポー僕ですね、これ、法人インフォメーションを見ると、サポートのとんところに漢字入れてくるやついるんですよね。それで、しかも法人登記するときに、カタカナでサポートってそれに振り仮名くっつける人がいるんですよ。でこれ見つからないようにしてるんですよね。サポートって検索してもこの会社出てこないんです。こういうようなデータがあって、登記ではその目視確認だから分かんないんですよね、サポートなのかサポー僕なのか。でもこれを禁止するルールもないんですよね。だからなんか全然元から立たれてない。でやっぱり、さっき下山さんから、バッドオープンデータに悪意はないと言ってたんですけれども、これ悪意満載なんです。故意に作られたバッドデータってことで、これ実は法人インフォで調べると226法人もサポー僕っていうので調べると検索に引っかかるっていう形でですね、非常にですねこういうバッドデータが埋め込まれてるっていうのがありまして、こういうものも、まあ、供養というかですね、何ですかね、これは供養する前になんか処刑しちゃった方がいいんですよね。何ですかね。そんなこと言っちゃいけないんですかね。それでですね、こういう会社に対しては、まあ、登記で本当は交渉人もう悪人見分けられるって言ってますから、もう見た目で悪人分かるって言ってる人たちですから、もうその人たちにきちんとサポー僕見分けてほしいなっていうのと、登記官もちゃんとやってねっていう話と、あと、トロカニ検索って書いてあるんですけど、何かっていうと、トとロとカとニって、僕と口と力と、ニって漢字の2があるわけですよね。これで、あとはハイフンですよね。これがだいたい揺らぎ検索かけないと見つけられないということで、あとは例えばこういうふうに漢字とカタカナを分けることによって、可視化するとかですね、こういうことも考えられるのか。でもう半分過ぎちゃったんで、早くやんなきゃいけないんですけど、じゃあ品質なんだって話なんですけど、Google 先生に聞いてみようということで、聞いてみるとですね、データ品質でいろんな説明があるんですけれども、国内でデータ品質と ISO って聞くと、ISO25000 が出てくるんですよね。それに対して、国外じゃない、英語でデータクオリティって言って ISO ってやると、ISO8000 が出てくるんですよね。日本と世界ってデータ品質の見てるところがちょっと違うんですよね。でデータ品質を日本は見てるのは結構プロダクトベースで見ていて、データベースで扱うデータが正しいかどうか、それと、向こうはどういう観点で見てるかっていうと、データプロセスで抑えようと、どういうような管理プロセスをやるかっていう形で抑えているという話で、
で、ここからだんだんつまんないスライドになっていくんですけども、つまんないけどちゃんとした内容なんですけども、ISO 2万5000ってどういうことかっていうと、この5つの要素があって、特にデータモデルっていう品質特性のことが結構言われてます。正しいデータがあるかとか、ちゃんと更新されてますかとか、そういうことを見ていたりして、最近できたこの25024っていうやつで、データの流れの中で、データをちゃんと品質管理しましょうと、こういうのが、出てきていて、まあ、この2つの観点から、データを管理しようっていう、データ品質をきちんと良くすることによってバッドオープンデータなんか出ないようにしようということをやっていて、それに対して ISO8000 ってどういうことをやってるかというと、語彙の、揺れみたいな、パート2で語彙が揺れますよという話とか、あとはプロセスをちゃんと管理しなければいけませんよねということで、これだから ISO9000 に似てるんですよね。どうやって管理をしていくかと、それで、組織としてきちんとデータを管理していくことを考えていて、それでポイントはマスターデータが重要であるってことを言っていて、マスターデータの中にはプロビナンスと言われているデータがどこから持ってきたものなのかという話とか、正確性とか完全性とか、そういうものをきちんとフレームワークで管理しなければいけないと、こういうことをやらないと永遠にですね、我々がクレンジングでどんなに叩き続けても、きちんとしたデータにはなっていかないと。じゃあ日本でこれできているのかっていうと、そんなにできてなくて、これ BDCA サイクルになってるんですけど、データクオリティプランニングからコントロールしてアシュアランスしてクオリティインプルーブメントっていう形で BDCA サイクルを回していくんですけれども、実際に日本でやってるのってデータプロセッシングって言われるデータ処理のところとデータクレンジング、この2個だけで頑張ってるって形で、全くデータクレンジングの基本ができてないっていうか、データ品質管理の基本ができてないっていうのが今の現状なのかなと思います。で、実際にそれぞれの人がいろいろやってるんだけど、まあ、ここら辺はどうでもいいか、まあ、あんまり管理ちゃんとできてませんよって話で、あ、ちなみにですね、韓国政府なんかはこれを全面導入してデータクオリティ管理をやってるって形なんですけれども、まあ、こういうことの管理をやんなきゃいけないのかなっていうのと、あとはこれは ISO の2万5000に似てるんですけれども、ヨーロッパでやってる、インターオペラビリティのセジフトモデルということで、やっぱりサービスをやるんだったらどこからデータを持ってきてるのかと、それからデータを送り出すっていうところをきちんと管理しなければいけませんよねっていうことをやっております。でですね、我々法人インフォメーションっていうのを運用しているので、これについてですね、ちょっと見てみると、ISO 2万5000のモデルで見てどうなんだろうっていうふうに見るとですね、これまあ MOJ から始まっていろんなデータが入ってくるわけですけれども、これが法人インフォメーションの中でデータ設計されて、データを統合したり外部データを取り入れてデータを処理して外に出すっていうので、結構きちんと作られたサイトなんですけれども、一番大元ですよね、MOJ という組織があるらしいんですけれども、そこがですね、ちょっとデータの住所が間違ってるとかですね、正確性がないとか更新されてないとかですね、いろんな問題を持ってるんですけど、ここから一番メインのデータが来るんですけれども、そこが赤いから、LTA という組織がすごい頑張ってて、きれいなサイトを作ってデータクレンジングしてくれてるんですけど、元が汚いから汚いデータが返ってくるわけですよね。だから結局最後オープンデータで法人インフォは出してるんですけど、元が汚いから汚いものしか出てこないと。やっぱり、下水の水を水で薄めたから飲んでくださいって言われても皆さん嫌ですよね。それと同じようにですね、もう汚いのが出ていかざるを得ないということで、他のところからもいろんな問題のあるデータが来たり、いいデータが来たり、いろいろある。で、もうちょっと詳細に見るとですね、MOJ さんの持ってるデータって PDCA サイクルで見るとほとんどやられてなくて、これを担保してるのは交渉人のおじさんがですね、あと当機関の人が、データを見て調べてくれてるんですけれども、なかなか正確性 ISO の観点でいうと8000で見ても2万5000で見てもどっちもちょっと問題ですよねっていう話で、我々としてはですね、これもうマネジメントサイクルとトランスペアレンシーでやっぱり元から立たなきゃダメなんじゃないかというふうに思っております。ということで、供養というよりも元から立ちましょうっていうのが、僕からのお話でして、それでそうは言ってもなかなかですね、泥船に乗らざるを得ないというか、そういう人は六文銭持ってこちらの方まで行っていただければいいかと思います。ありがとうございました。はい、平本さんありがとうございました。非常に有意義なお話だったんですけど、肖像権に配慮しないのはいかがなのかといかがなものかと思います。はい、というわけで、確かに供養も大事なんですが、マネジメントとして元から立つという考え方非常に重要ですね。はい、そういった組織管理の体制とか、あと、まあ、データをその作られる実際に流通する手前のところで食い止めるという考え方ですね、そういったところも考えていく必要があると思います。はい、それでは続いては京都市の林さんですね、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。
オープンデータ宣教師の林と申します。伝道師ではありません、宣教師です。今日はね、バッドオープンデータ供養寺ということでね、若干宗派が違うんですが、はるばるポルトガルの方からやってまいりました。どうぞよろしくお願いします。私はね、オープンデータの宣教師として、あるいは下山住職のしもべとして、 LOD リンクとオープンデータの布教を中心にやってるんですが、本業は地味な地方公務員です。ですからね、今日は地方公務員としてではなく宣教師として立場でやってまいりましたので、もちろん何の話をするかというと、神のお話をさせていただきます。神といいましても、自治体で、未だに流行しております神エクセルのお話です。では、マイクがこのぐらいにして早速やっていきましょう。はい。で、私このオープンデータポータルの管理人をしております。で、このね、京都市オープンデータポータルサイト、先進的な自治体オープンデータサイトということで、そこそこ有名になっておりますが、実はね、恐ろしいバッドオープンデータがうじゃうじゃとうごめいております。で、なんで恐ろしいことになっているかと言いますとね、ここに書いてある通り、原価が好きなデータを好きなように勝手にアップするというサイトの仕組みになっているからです。情報政策の、ね、担当が、取りまとめてアップするというようなところは、ね、みんな綺麗ですが、ね、うちみたいにこう原価が、直接アップするという場合は、質より量というようなことになっちゃいます。で、量を取ることの、ね、メリットというのはもちろんございまして、いろんなデータが、ね、山盛りオープンデータになっているということなんで、予想もしないのかな、面白いデータが結構ね、たくさん出てるというところが、素晴らしいところかなと思います。でもね、やっぱりこうバッドな妖怪データ悪霊データがもううじゃうじゃと湧いてしまってるというようなのが現状です。で、まずはね、妖怪を退治する方法ではなくて、妖怪データがね、生まれるメカニズムについてお話をさせていただきます。はい、これはね、警視のポータルに登録されているオープンデータの内訳です。まず赤いところ、これ PDF 軍団、だいたいね、こう4分の1ぐらいの勢力を占めています。こいつらね、 PDF はね、もう正直オープンデータとして認めたくないというところですが、常にね、こう一定の勢力を保ってます。で、次青いところがね、ワード軍団で、問題のね、黒いところ、これがね、悪霊の神々、神エクセルです。退治しても退治してもね、もう次々と生み出されるモンスターで、緑のところね、これがね、正義の味方の良いエクセル、グッドエクセル、これをね、どんどん増やしていきたいというところなんですけど、未だちょっと道半ばかなというところです。次にね、この悪霊の神々、これね、どんなのがいるか、ちょっとサンプル見てみましょう。はい、これね、まずこれね、A4 の紙1枚に収めるためにね、こうグイーンとこう3列に分けられたと。役所はね、こう非常に几帳面でね、真面目ですのでね、こう Excel を A4 の紙1枚に収めるのにね、もうすごい努力をして、知恵を絞ってます。で、次、これもね、ぐねぐね系ですね。さらによく見るとね、こう年齢区分のところとかね、こういろんなおかしなところがあります。これもね、古代人がこう工夫してね、工夫を凝らして編み出したこう魔法のフォーマットです。次、はい、これはね、もうバッドを通り越してね、もう芸術作品と言われます。ということでね、神々のデータ、いくつか紹介したところでね、
まあ、そもそもオープンデータって何だっけって話ですが、オープンデータとは機械判読に適したデータ形式で二次利用が可能なルールで公開されたデータのことです。この機械判読ってのに注目しますね。はい、この2種類の表、これどっちがオープンデータとして優れてるでしょうかという問題です。左側ね、いわゆるクロス集計表、縦が年齢、横が性別で、右側ね、あのデータベースで使うね、あのテーブルの形式。今日ね、ここに来ておられる皆さん、まあ、どっちがいいかね、すぐ分かると思いますけど、まあ、僕みたいなね、公務員の多くはどう思うか。はい、99% の公務員がね、左のクロス集計表が優れてるというはずです。左のね、クロス集計表、これはね、見やすくてまとまってていいね。グッジョブ。一方ね、あの右のテーブル表、この表なんかめっちゃ長なってるやん、こんなんあかんでっていうことね。あので、まあ本当はどっちが優れてるかね、あの答えるまでもないんですけれども、はい、まあ、言うまでもなくね、オープンデータとしては右のテーブル形式が優れてる。まあ、テーブルであればね、あの R とかタブローとかね、シュッと読み込んで分析にかけられますし、まあ、データベースにね、入れちゃえばこう SQL でシュッと呼び出せると。しかしながらね、あのここに書いてあるようなこと、まあ、大半の公務員はもう本当に全然分かってない。そういう根本的なところがね、あの要介データがこう大量に発生する、まあ、温床になっていると私は思っております。しかもね、まあ、そもそもね、オープンデータっていう概念、それの知名度、理解度がまだまだ低い。まあ、言葉はね、聞いたことあるけどね、あの普通の情報公開とオープンデータの区別をきちんとつけている職員、これね、非常に少ない。はい、しかもね、オープンデータ、実はね、嫌われてるんです。僕ね、もうすっごい嫌われてるんですよ。なんで嫌われるか。ただでさえクソ忙しいのにこれ以上仕事増やすな、また国から仕事の押し付けかよ、オープンデータで街が良くなるなんて思えない、守秘情報の漏洩怖いよ、こんなデータ出したら事業者から苦情が来るかも、まあ、こんなこと考えながらね、まあ、いやいややってるんですね。で、結局本に印刷するエクセル表をそのままオープンデータにして数を稼ごうとなっちゃいます。まあ、妖怪がね、こう生まれ続けるサイクルから抜けられないということです。で、まあ、月並みな、ね、結論ですけれども、まあ、あの次から次へとね、現れる妖怪を退治するように、妖怪が生まれないように教育をして、まあ、妖怪を生まない土壌を作っていくということがね、非常に重要というのが私の実感です。はい、これはね、あの有名なオープンデータのね、5スターランキングの図ですが、この図はダメ、自治体が使うにはね、10年早い。で、そこでね、私からの新しい提案はこれです。自治体のための新5スターランキング、下から PDF、古代の神々が創造したエクセル、きれいなクロス集計表エクセル、データベースを意識したエクセル、機械判読性の高い洗練されたエクセル。自治体オープンデータにはね、あの自治体職員が最も得意とするエクセルが一番で、そのエクセルのうち、まあ、機械判読性の高いものには星5つあげちゃいますよというのが一番いいと思います。ということでね、あの、まあ、これまで自治体オープンデータについての、まあ、持論をね、あのお話しさせていただいたところですが、まあ、それだけはなんですのでね、まあ、ここは具体的な供養術について少し紹介させていただきます。はい、これまずクロス集計表をテーブルにしたい、まあ、この反対のね、もともとテーブルのやつをクロス集計表にするのはね、 Excel ではあのピボットテーブルとか使うと、まあ、簡単にできるんですけど、まあ、逆はね、意外と難しい。で、こいつをね、あの特別なマクロとか使わずに、まあ、手作業でなんとかしようということです。
はい、まずこんな風にね、列を挿入して隙間を開ける。でその隙間に、ね、あのヘッダーの文字列でギューッと埋める。で最後にそれぞれの列をこのように切り取って一番左の下に貼り付けると、はい、テーブルデータの出来上がるということです。まあ、非常に、ね、原始的な方法でね、まあ、手数もちょっとかかりますけど、まあ、いろいろ応用が効くと思いますので、まあ、参考にしてください。はい、次、よくある汚い名簿データ、まあ、名称のところね、あの株式会社とか括弧株とか、まあ、特殊文字の株とかね、混在しちゃってます。もう住所のところもなんだかね、めちゃくちゃになってます。でさらに問題なのは、こんなシートが100シートもあるというケースね。まあ、これ途方に暮れちゃいますね。でこういった場合はどうするか、はい、最初の1シート目、これはね、Excel の置換ね、置き換えですね。まあ、それを何回も繰り返してね、根拠を繰り返して、もうなんとか根性で綺麗に除霊をしてください。で、ここがポイントなんですけど、さっきやったね、1シート目で、まあ、置換などの処理をね、繰り返しているときに、このマクロの記録ってやつをポチッとして、マクロを記録してやる。そうするとね、さっきやってたいろんな作業がね、Excel マクロ、VBA で保存されますんで、まあ、あとはね、そのマクロをね、あの実行してやれば、同じ作業をね、勝手にやってくれて、残りの99シート、これがもう一瞬でピュッときれいにできちゃうということです。で最近、このね、あのマクロの記録機能、最近流行りの RPA、似てますよね。で最近ね、うちとこにもね、こういろんな業者がね、RPA やりませんかみたいにね、営業来るんですけど、まあ、少なくともね、この Excel データの処理に関しては、このマクロの記録機能、こいつさえね、うまく使ったら、全然 RPA なんていらないので、まあ、変な営業に引っかからないようにね、皆さん、ぜひマスターしてください。はい、ということでね、あの私の紙 Excel 供養術、以上になります。余談ですけどね、ここに書いてあるね、ミルコ JP ってやつで、あのいろんなオープンデータ使って面白いアプリ作ってますんでね、ぜひあの暇な時にでもね、ちょっと見てください。以上です。ありがとうございました。はい、林さんありがとうございました。まあ、先ほど あの横に長いエクセルをこう縦にするとき、よく横持ちを縦持ちに変換するとか言いますね。はい、あれはですね、あの今みたいに林さんみたいにあのエクセルで何とかする方法もあると思うんですけれども、ああいう変換できるツール今たくさんありまして、例えば私がよく使うのはオープンリファインとか、あとはあのタブローのタブロープレップっていう前処理専用のツールもありまして、まあ、優秀になってくるんですけれども、そちらも結構おすすめですね。はい、やはり、まあ、町内には非常にあの、まあ、神々の作られたエクセルがたくさん眠っているということですね。はい、オープンデータの定義もよく考えて、機械判読性の高い形式で出すというのをやはり意識して進めてまいりたいところですね。はい、続いては宮崎県の落合さんにお話ししていただきます。はい、それではご準備よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。はじめまして、宮崎県の落合と申します。それでは始めさせていただきたいと思います。ですね、まず最初にあの僕のことを知らない人もいっぱいいるかと思いますので、ちょっと軽く自己紹介をしたいと思います。マイナンバーの最初期にですね、もがいた人です。そこにマイナンバー系の方がいらっしゃいます。ありがとうございます。で第1回1回リーサスアプリコンテスト最優秀賞を受賞で、日向 GIS 作者で、最近はですね、宮崎県の統計システムの公募がすごいで、ちょっとツイッターであのバズったやつです。はい、で宮崎県職員で、普通の事務屋さんで、オープンデータ恩恵派と同時にですね、泥酔プログラミングの使い手飲みながらプログラミングをします。飲めば飲むほど速くなる。流派はストロングゼロ派です。昨日、ですね、氷結ゼロ派とちょっとですね、あの宗教戦争になりそうなので、僕はストロングゼロ派、この流派でやっております。で今日の発表ですが、私が使っているツールとか、まあ、ちょっとやり方とかを説明していきたいと思います。その前に心構えを、あが入ってしまいました。
外場も持ってきました。バッドデータは一期一会。バッドデータと立ち向かう時の気持ちです。これを持っていただくと僕はいいんではないかと。もう二度とこんなバッドデータには出会えないかもしれない。これは確実です。僕の経験上クリエイティブなバッドなし方をしてきます、はい、ということで誠心誠意尽くしてもてなしましょう。もうこんな、まあ、会えないこの人たちとはというぐらいで、さらにこれからの在り方、これは僕が本当に真面目に考えているところなんですが、データサイエンティストなるものがすごくもてはやまされているというか、これから来る職業とされている。でも僕はさらに一歩行きまして、また違う観点から考えております。次の人、次に来る私が思う職業、データマゾヒスト。これは何か、おそらくこの中でも同じ感覚を持っている人いらっしゃると思います。多分半分ぐらいは共感していると思います、すでにですね。データマゾヒスト、何か、データがきれいになっていくために魂が浄化される。データも浄化されるし、僕らも浄化される。魂が上っていくわけですね。で、天国の階段を上り、極楽浄土に到達できると。それが、まあ、データマゾヒスト、まあ、似たやつとしてデータロマンティストもありますが、今日時間がないんでちょっと説明できます。それも10分かかってしまいます。はい、データマゾヒスト、僕はデータマゾヒストなんです。僕の作ったアプリを見てもらえば分かると思いますが、日向 GIS だったり統計、データアプリだったり、死ぬほどのオープンデータを取り扱ってたりします。10万100万それぐらい、100万データを優に超えます。でも一人でやる、なぜかデータマゾヒストにとってバッドデータはむしろご褒美だからですね。確実にご褒美。あんまり苦労というか嫌だなとか思ってないんですね。バッドであればバッドであるほど、綺麗になればなるほど、どんどん気持ちよくなっていく。天国の階段に登っていくっていう、そういう感覚多分みんなあると思います。もう一つの考え方、データ非暴力主義。はい、あ、神は乗り越えられる試練、バッドデータしか与えません。はい、何時の敵、バッドデータを愛せる。これルカス福音書6章27節、見てください。バッドデータと書いてあります。はい、右の方を打たれたら左の方も差し出します。これマタイの福音書から、まあ、データ非暴力主義、まあ、いわばデータガンジーですね。データガンジー、はい、これもいいワードだと思います。でちょっとだんだん真面目なとこ行きました。半分いっちゃった。ですね、これからはですね、どちらかというとグッドデータの話をします。というか全部グッドデータと思います。グッドデータもですね、暴力的に扱いにくいデータがあります。あ、胃が抜けてる。戦わずに受け流そう、魂の救済、平和。でここからが本題、 API を叩いたら驚しいジェイソンが、はい、ジェイソンファイルですね、ジェイソン形式。ちなみにこれジェイソンですね、これよく見てもらうと。これも探してきました。この呪詛なのか、こんなのが出てきます。これは分かりますですね。なんとかかんとかエンコーディングされたがゆえに、もう日本語すらもう見えない、こういう状態になります。こんな中で僕らは戦わないといけない。こういう API を何回も叩いて、中にどんなデータが入っているかを知らないといけない。じゃあどうしているか、ですね、Chrome 使ってるんですけど、拡張機能を入れます。ちょっと時間がないんでできないんですけど、拡張機能を入れます。その中にですね、もし知らない方は JSON ビューというのがありますので、それをインストールしてブラウザを開きます。こんなふうにですね、なんとやめなさい、読みやすいんでしょう、こういうふうに統計局の API だったのねと。これは正常に終了しましたとか、社会人口統計大会、こんなやつだったんですよ。もう呪詛にしか見えない、呪いの言葉にしか見えないのが、まあ、
これ本当にブラウザの画面を、スクリーンショットしてるんで綺麗になります。これで大量の API を確認しつつアプリを作ってたと、はい、厄介なデータを見えるようにしてたわけですね。もう一つ、呪いその2、CSV が文字化け、まあ、ウィンエクセルですね。これですね、文字化けします。こんなやつ、まあ、皆さん、遭遇したことがあると思います。これもエンコーディングがちょっとシフト字数じゃない、EUC8 かな、あ UTF8 か、はい、でまあ、こうやってバグります。エンコーディングが違うためにですね。そういう時どうするか、ですね、あ、お分かりいただけだろうか、あ、すみません、これがお分かりいただけただろうかだったんですね。昔の呪いのビデオをちょっとリスペクトしたんですけど、はい、ボムを付与すると、ウィンエクセルはですね、バイトオーダーマークがあると文字化けしません。ボムを付与する、どうやって、メモ帳で拾いて開いて上書きするだけ、ちょっと実践してみます。これだけぐらいやったら間に合うかもしれません。これ、UTF-8 でボムなし、当然ぐちゃぐちゃぐちゃってなるんですよ。ちょっと見えないかもしれないですけど、もう読めないですね。これをですね、ちょっと、まず秀丸でちょっと開いてみますね。プログラムから開く、あ、ワードパッドが開いちゃった、ちなみに僕はつい最近今でも秀丸使いますよ。はい、ここを見るとですね、ユニコード UTF-8 で BOM がない、ボムがないのが分かると思います。実はここでボムをつけてしまうのが、一番思うやり方なんですが、さらに簡単にですね、これをですね、メモ帳で開いちゃいます。で、上書き保存しちゃいます。それだけ。最近の印はですね、これだけで、ボムがついちゃうんです。メモ帳で上書きするとですね、だから早いですよ。こんなんでやってます。ちょっと急ぎます。で、実践しました。はいはい、あら不思議、読めるわ、書けるわ、これ避難所データだったんですね。はい、で、呪いその3、巨大なジオジェイソン。はい、国土数値情報から行政区域データのジオジェイソンを取得。あ、やばい。はい。まあ、こういうふうにですね、巨大なジオジェイソンを休日で出しています。細かいポリゴンはありがたい。でも、ウェブ用途はつらいと。ということで、マップシェーパーというのがあります。マップシェーパーというので、超ダイエットをしてしまいます。するとですね、ちょっと、すごく簡略化されたのがわかると思います。ポリゴンがすごく角が取れていってるんですね。マップシェーパーはウェブアプリでマップシェーパーでググルって出てくるんでやってみてください。で、バイトが減ると、あら不思議、データ量が減ったわ、966が243で、日向 GIS で見てみましょう。これが日向 GIS で見るとどうなるか、ちょっと見てみましょう。はい、ここに今作ったマップシェーパーで、あら、行かないですね。ちょっとあれ、これをこれでいいかな。あ、行きましたね。もう、はい、もうこれで最後にします。はい、さっきの作ったマップシェーパーで軽くしたやつ、ここにいます。チーバ君になるわけですね。これチーバ君をですね、ぐるぐる回したりいろいろ遊べます。はい、ここで見てもらうと角がすごくなくなっているというのが分かると思います。ですね、最後の締めです。このようにですね、グッドデータでも扱いにくいデータがいっぱいあります。でもそれはですね、僕らは受け流し、いろんなツールを使って
戦うのもよし、共存共栄しましょうというのが僕からのお話でした。以上です。どうも。はい、落合さんありがとうございました。はい、バッドオープンデータを愛せよという非常に平和的なメッセージをいただきましたね。ちょっと衝撃でしたが、ちなみにジェイソンという言葉はたくさん出てきたんですけれども、これ念のため解説しますと、ウェブでオープンデータを扱うときに非常に最適化された形式ということになっております。ですね、JSON はですね、JavaScript Object Notation の略になるんですけれども、データ形式の一つですね。はい、でそれで特にですね、 API といってマシン同士のそうですね、コンピューター同士でデータをやり取りするときに非常にやりやすい効率の良いものがあるんですけれども、まあ、そういったデータのやり取り形式に向いていると思います。それでは古川さん、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。この度はありがとうございます。親族代表でございます。で、こう声小さくしなきゃいけないですけど、ちゃんとはっきりしちゃうんです。よろしくお願いします。古川です。私はこれからの怖い地図データの話をしようということでお話をしてます。で、最初に言っておきたいですけど、北海道庁の GIS とかやってる北さんといろいろ議論しながら進めたので、北さん見てる、多分見てると思うんですけど、っていうふうに、そこで、得た知見をちょっとご紹介したいと思います。初めにですけど、落合さんなんてやりにくいですね。時々一緒に登壇するんですけど、大体やられてますので、まあ、僕最後なんで、まあ、お口直しということで、で、まあ、私何かってどういう人かって、まあ、見てもらえばこんなですって。で、あと、まあ、ネタ的にはこういうステッカー今回作りましたんで、100円ぐらいから20兆円ぐらいまでチャリティーでやってます。もしよろしかったら受付の方で販売してますんで、ぜひお買い上げください。で、2018年、去年も私これ読んでいただいて、こういう、お話をしました。で、まあ、GIS データでは地図のデータですねとかいろんなものあるよねみたいなのだったんですけど、で今1人10分しかないんで、この1年ぐらいの怖い話ボツにしたのをいろいろまずご披露しましょうと。まず1番目、破産者マップで、これだけで言うと30分喋れるんですけど、やめます。あと、住所エンコーダーいいですよねって、っていうのを来たんですけど、相談来たんですけど、あれダメですっていうか、いろんな方面から前からも後ろからも刺されるんで僕は言えません。あとでこっそり教えます。はい、あと6660ページ PDF 問題については3時間ぐらい平本さんと話せそうなんですけど、それも10分じゃちょっと持たないでやめます。で、ただ今年も同じような罠に直面しているということで、怒らないですよね、みんな怒らない。はい、冷静に行こうということで、ご存知の XML 形式という恐ろしいもの、いじったことあるとか見たことある方とか、うなずいてる人結構いますね。はい、XML なんとかしてて、特に地籍の XML というのがあります。うわ、みんな知ってんな。地籍、つまり土地の扱うもので、まあ、地盤とかが入ってるものですねとか、まあ、いろいろ、参考、地盤参考図とかいろいろ読み方とか、まあ、用途によって変えはするんですけど、これ宝塚市さんとかちゃんと出していただいてて PDF で見れたりするんですけど、でそこで北さんの問題提起って言って Facebook にページに出たら、まあコメント88件ついて、今朝見たら90件ぐらい出てるんですけど、延々と一つのスレッドにこれで本が書けるんじゃないかっていうぐらいすごいんですが、つまり法務局の XML フォーマットを QGIS で見たいんだけど、やったことありますかって言ったら、まあみんな大暴れっていうこと で、まあ、何が大変かと明らかになったこと、いくつかお話します。なぜ地籍の XML が大変かっていうと、変換できるツームがとても少ない。やっぱり、ベンダーさんの割と高級なやつじゃないとできないってこと。あと変換できても任意座標っていう謎の座標があって、つまり紙の左下を00としているという謎のあれなんですよね。ってなると、例えば千葉市ってやってるのになぜか海の上にオレンジが出るとかね、そういうことになると、それはよろしくない。あと宇宙の果てに行っちゃったら紙地図見て結局戻すんですよね、手作業で。だからすごくつらい。しかもこれが300筆ぐらいあってすごいつらい。あと文字化けがひどいんだけど、登記開示に関しては平本さんよろということで、これに関してはまた1時間ぐらい話になるのでやめます。2つあって、ポリゴンともう1つ陶器の中身があって、それってさっきのボクさんとかなんとかっていっぱい出てくる死ぬ死ぬ死ぬってあれですね。であとその2、
変換されても空間データ構造的にちょっともうやたら壊れてる、まあ、これ細かいんですがあんまり言うもあります。あと修正担当者が苦しんで泣き寝入りをしているというのが分かりました。であと紙図面で結局ええやんともう諦めちゃうってなると、あと最近やっぱり、ね、変換とかが毎年かかるとか書き換えが図鑑とかで結構お金出てますよっていうの話が出て、これちょっとお話ししたいんですけど、お金出てますで大きい都市さんは割とちゃんとやってたりするんですが、前聞いたら、うん、あの業者さんに聞いたら、うん、50万から返還調査なので蓋開けたら化け物だったからさらに何百万かかりますとかいうことをやってる。つまりで僕簡単に掛け算、超簡単掛け算ですけど、年間50万かける、例えば3分の1の市町村1712市町村のうちでもだったらだいたい年間2億5000万が飛んでると、手多いってこれ100市町村でも結構なお金だと思うんですけど、手多いっていうのはあります。で対策あんのかって話ですけど、結局手で平行振動しなきゃいけないのかっていうのはやっぱりそうでした。あの月間測量って割と測量系のやつを見てきたらやっぱりみんなあのちょっと前言ってたんですけど、福島県とかもうほぼ人力でかなりガッタっていうのがあって、それ平行移動でやったって、ってさっきの、落合さんの根性とかあの林さんの話も出てきたのでやっちゃったっていうのもとりあえずあります。あと構成の情報が必要なら、地籍調査票って一枚一枚一個一個、まあ、一応ちゃんとした座標があるんでそれはたどるっていうのはしょうがないなと。であとですね、これ見るとデジタルってどこ行ったんだともうちょっとこれは辛いなってなりますね。でまあこれなんですね、ラウンドテーブルに乗せて、ラウンドテーブルじゃなくてもいいんですけど、試合様 DX 軍の皆様という、これあの知る人たち、田中正造がですねあの天皇陛下様にあのなんか突撃した絵なんですけども、まあ、こういうのがありますね。じわじわきますね。あの教科としては都市データ怖すぎです。で地籍調査ってあの昭和26年からやってるんですけどまだ終わってないってすごいなって話なんですが、っていうぐらい土地の調査はすごいです。でやっぱりあるから大丈夫ですよって、デジタルあるからですよって言ったら、うん、大丈夫じゃないですっていうのが一つなんですけど、デジタルだけどデジタルじゃないものはありますって言って、で今後でも土地解問題解決の社会的要請が高まってるっていう内閣官房の平本っていう人がああすごい面白いプレゼンだったんですけど、新潟でこういうことをおっしゃってまして、いや お会いしてみたいんですけどねおっしゃってまして、まあでも今後やっぱりそういうリアルエステートベースの話は今後大事ですよって、多分絶対出てくるし、もう直面してるし見えてないだけなんですよね。ということでもうまとめです、これです。もう最近思ってるのも終わりを始めたいとすごい他のバッドデータもそうなんですけど、で私たちで終わらせましょうというのは、これはあのマララさんのすごいいい言葉だと思うんですけど、っていうのはぜひこれから皆さんどっか心に置いていただけるといいかと。 XML だけが敵ではないんです、多分ここなんですっていうところで出す。どうもありがとうございました。はい、古川さんありがとうございました。はい、いい言葉ですね、私たちで終わらせましょう終わらせるしかないですね。そう、落合さんもおっしゃってましたね、あの一期一会だと、バッドオープンデートは一期一会だと。はい、というわけでここまで4人の僧侶の方々にご発表いただきました、ありがとうございました。でここからはですね、あの会場の皆さんや、まあ、スライドの方にあのお寄せいただいたコメントをご紹介していきたいなと思うんですけれども、その前にですね、あの各登壇者の方から、あの実はですね、今回のセッション、みんな誰も事前に資料を共有しないっていう謎のルールなのかありまして、なので、なんかお互い聞きたいことちょっとあるんじゃないかなと思うんですね。なので、まずちょっと聞きたいことあったら、先に指名して、ちょっと聞いてもらえたらいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。もしあったら、お手元のマイクでどうぞ。なるほど、みんな自分で話してすっきりしちゃったんだろうと、まあ、それならよかったです。はい、じゃあ古川さんよろしくお願いします。一応振って、あの有名な平本さんという方が隣にいるらしいのでやっぱ法務省さんのデータについて、まあ、前ちょっとお伺いしたんですけど、コメントいただけるとどうかなと。はい、法務省さんのデータですね、これなかなか苦しいんですけれどあのオープンデータがテーマなんですけど、僕が前に彼らと話したときに、
データきれいにしてくださいよって言って、なんで公開してくれないんですかって言ったら、我々は登記をやってるんです、登録して記録するんです、それが我々の業務ですって言ってですねその言葉を返されてしまってちょっとびっくりしちゃったんですけれどもそうは言ってもちょっとデータは変えなきゃいけないなと思っていて、そのさっきのせっかく XML で出してるんだけどもう出したからいいだろうみたいな感じでですね、その出したということと使えることは違うのにそこが分かってないっていうところがあって、ただやっぱり登記とか戸籍とか法務省さんが持ってるデータって社会の基本データなので、そこはきれいにしたいなと思ってますし、その文字データまさにさっき外字がたくさんあるっていう話に関しても結構長い戦いを繰り広げてきておりまして、で、まあ、戸籍の副本システムなんか今度、文字情報基盤という形できれいな ISO コードに載った形になりますし、徐々にやっていくとともに、ちょっとやっぱり透明化が僕は必要じゃないかなと思って、さっきの、図もちょっと僕の方でも MOGA という某組織に対してですね色をつけて書いてみたんですけど、いろんなデータを比較してどこがどう汚いのかとか、そういうのをちゃんと示して導いてあげることが重要なのかなと思っております。そうですね、よくいろんな現場で手段が目的かというか、これが私の仕事ですってあるあるだと思う、それはすごく大事かなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではですね、他に登壇者同士での質問とかは特にないですかね。大丈夫そうですね。それではスライドの方にいただいているコメントやご質問などをちょっとご紹介していきたいと思うんですけれども、そうですね、多い順にいくと5スターの話が出てきてますね。林さんのところですね。5スターのデータは自治体に合わない、同じように思っていました。 CSV は目指さないですかという質問ですね。はい、いかがでしょうか。はい、CSV ね、間膜切りのデータ、皆さんどうやって作るかで、大体の方はその Excel のデータを CSV で保存するっていうことで、まあ、作られることが多いと思うんですけど、例えばね、その Excel のもともとのセル一つにカンマが入ってたら結局どういうデータになっちゃうか。それはカンマでダブルクォーテーション区切りみたいな形式で保存されてしまいますんで、ただのカンマ区切りかダブルクォーテーション区切りか、まあ、そういったね、なんか変な多様性っていうのが出てきてしまって、まあ、逆にね、使いにくいっていうようなことが考えられますんで、もうそういうことがね、想定されるんであったら、もうそもそもの Excel データの方が僕はいいかなと思いますし、まあ、Excel でもね、できるだけきれいにするっていう努力をした結果の Excel を出していただいたら、まあ、CSV にするのは、まあ、技術者の皆さんからね、まあ、得意な方が勝手にしますんで、自治体はもうきれいな Excel っていうのを目指すべきだなと私の、まあ、実感として思うところです。はい、ありがとうございます。その他の皆さんはよろしいでしょうかね。はい、そうですね、無理に CSV にするというよりは、まあ、Excel でもとにかく出していった方がいいだろうというところはありますね。はい、それでは続きまして、そうですね、これは平本さんに関するところでしょうかね。 MOJ のさらに上流である法人が作成するデータに対策すれば効果的だと思うのですが、どうでしょうかというご質問が来ていますが、いかがでしょうか。まあ、そういう点では法人さんが作成するデータって結構いや、そこは結構ちゃんとやってるような気がするんですよね。一応法人さんがこの法人登記をするときにきちんとした紙に書いて、それをですね、登記官に見てもらってっていう形で出してるから、最初に登録したときは多分合ってるはずなんですよ。でその後変更登記がされてないんですよね。株式会社だと10年に一度やらなければいけないんですけど、有限会社だと登記変更しなくても、まあ、なんとかなってしまうっていうのとか、あとよく言われるのが決算情報を皆さん欲しいっていうんですよね。でも決算情報って決算広告は会社法上必ず決算広告を出さなければいけないんですけど、みんな出してないんですよね。こういうところがきちんとされてないっていうところに、でも法人が作成するデータに対策すればというこの質問に答えてしまうと、じゃあそこをギシギシやれよって言ったら多分大変なことが起こってですね、町の八百屋さんとかそういうところにも登記行ってくださいって言って、それはまあいいんですけれども、そこで問題になるのが、登記のやるのにですね、
変更手数料3万円かかるんですよね。社長が変わりました、住所ちょっと変えましたっていうので3万円かかるから、誰も3万円かけてまでやりたくないわけです。3万円かけた結果として何かいいことがあるわけでもないし、さらにその3万円のためには役員会のハンコを全部揃えて、またハンコに行き着いちゃうわけですよね。そういう意味で結構もうこれ闇が深くてですね、そういう意味でなんか法人が作成するデータっていうのはもうちょっと簡易に変えられる仕組みっていうのを作ってあげると、もう少しみんなも、やってくれると思いますし、あと我々今ワンスオンリーってやってるわけですよね。ワンスオンリーって推進してるわけですけど、今後法人番号を入れるとよくあるクレジットカードみたいにちょこちょこっと ID 入るとポッと全部出てきますよね、銀行口座とか。ああいうのでプレプリントする仕組みをやろうとしても今出てくるデータが汚いんですよね。そういうところで汚いというのを皆さんに知らせてあげることによって修正の、修正してくださいっていうことは可能なんですけれども、そこでもやっぱり3万円払うのかとか、決算広告するのにもやっぱり年間いくらってかかるわけですよね。そういうことに対してもうちょっと、お安くできるような仕組みみたいなね、そういうものを作っていかないと、ここも、なかなかできないのかなということで、ちょっと時間をかけて取り組んでいきたいなと思います。はい、ありがとうございます。本当に法人の登記関係の手続きの煩雑さは、私もいくつか立ち上げたときに非常にもうなんとかウェブ経由で全部終わらないものかなと思ってたんですよね。はい、ぜひ進めていっていただきたいと思います。それではですね、ちょっと会場の Wi-Fi が弱くなっていて更新ができなかったんですけれども、今ですねコメント一番ランキング上に来ているのが、北さんのコメントですね。クロス集計する前のデータがあるはずなので、その元のデータを出せばいいのでは。これも紙エクセルに関するところですね。はい、で、紙エクセルをデータベースにすることで業務が効率化されるような提案ができればいいんですけどね、というお話です。そうですね、これも林さんでしょうかね。クロス集計する前のデータは実際あるんでしょうかね。クロス集計する前のデータというのはもちろんあります。ただその行政としてはやっぱりね、生のデータって個人情報が含まれてたりとか、個人情報ではないけれどもそれはそのまま表に出してはいけないというようなデータが非常に多くて、それをなかなかねそのまま出すっていうのはやっぱり問題があるケースで、何らかの形でこう統計的に丸めた上で出すっていうようなことしかできないっていうケースがね、非常に多いですね。ですのでその辺ね、こう結局統計的な処理をするってなると一般的なねこう場合はこうクロス集計表にして紙に印刷できる形で出してしまうっていう、結局最後の結論の分だけオープンデータにして出すっていうような、そういう現象が起きてしまってますんで、そういうところをちょっとね悔い改めて最後のアウトプットだけ ではなくて生データをできるだけ生に近い形でできるだけ使いやすいようなこのうまいことの線引き、これをね見極めた上で出すっていうようなことに変わっていけたらいいなと思いますし、そういう周知をしていきたいと思うところですが、まだなかなか道半ばというところでございます。はい、ありがとうございます。そうですね、統計データの扱いというところだと宮崎県の方でも今ちょうど落合さんが統計の方を担当されていると思うんですけれども、そのあたりで今の話いかがでしょうかね。元のデータを、生データの状態が実際はあると、でそれをどういうふうに、オープンデータとして、クロス集計する前の元データうまく使いやすい形で出すアイデアとして何かお持ちだったりするでしょうか。最近宮崎で統計ボックスの話が話題になってますね。そういったあたりでちょっと宮崎県の取り組みとしてどんなことをしようとしているかとかお話しいただけるといいかなと思います。ですね、今本当に統計アプリを作ろうとしているところで、一応僕の個人的な考えかもしれないですけど、僕はなるべくですね元のデータ、当然個人情報とか内容は、県なんであんまり個人情報レベルの細かい情報は元からないというのはあるんですが、なるべく細かい単位で、見る人がアクセスできるようなのを考えてはいます。大量データを扱い、でも見せるときは、ウェブブラウザとかを使ってアプリとかでもあるんで、うまいことビジュアライズをしたりとかですね、そういうふうに適宜使い分けるようにしたいなとは思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、それではですね、もう一点ちょっとスライドの方の質問を見ていきたいんですけれども、こちらですね、4個投票をされているものですね。匿名さん、バッドオープンデータを生み出すゾンビを一網打尽にする最強の呪文を教えてください。ないと思います。登壇者の皆さん、何かあればコメントをお願いいたします。 あったら使ってます。はい、あったらそもそもこのセッションやっていないと思うんですよね。はい、それぞれ難解な厄介なやつが多いので、それぞれに対策が必要になるっていうのがこのバッドオープンデータのまた複雑な厄介なところなんですよね。ちょっと補足ですけど、多分2020年、アフター2020の話とかちょっとよく考えてて、多分みんな数値目標とかでやるとさっきのゾンビはどんどん増えると思うんですよね。だからやっぱりさっきの話じゃないですけど、やっぱ根源からうまくフィルターをかけてあげるとか、最初の話あったんですけど、やっぱりちょっとコストを考えるとよろしくないので、というか この事例って今日もいらっしゃってますけど、台湾とかでもすでにあって、出せ出せ出せって出したらちょっとクオリティの低いのがやたら多くなってしまって、どうしようかっていうレポートとかあったりするので、ちょっとそこはなんとなく頭の隅っこに置いておくといいかなと思いました。はい、古川さん、ありがとうございます。そうですね、今古川さんもオープンデータの研修を担当されたりされていると思うんですけれども、そちらのですね、ちょっと研修の目標として2020年まででしたっけ、オープンデータを全自治体が取り組むようにっていう目標を掲げられてまして、1個でもいいからとりあえず出せっていう感じで、まあ、割と進められてるんですよね。でそうすると本当にバッドな形式で出てきてしまうっていうのが懸念なところなんですよね。こういったちゃんと元からちゃんときれいにして使える状態で出しましょうっていうのをもっと広めていきたいところですよね。でもそうすると手間がかかるので嫌ですって言われるね、こうすごいことになっちゃうんで難しいです。まあ何でもいいから出してよっていうんだけど、多分その先には何かがあるのはこっちは準備しておくのに越した方がいいかなとは思います。そうですね、ちょっとステップアップするっていうのを念頭に置いて、まずは出すっていうところでやっていただきたいですね。はい、平本さんは。あとはですね、やっぱり国の方でも結構できるところはあると思っていて、例えばデンマークって住所のクレンジングツールを国が提供してるんですよね。そして API でバリデータかけれるようになっていて、正しく住所を入れてないと、まあ、修正したものが戻ってくるし、緯度経度も戻ってくるようになってて、それで5年間で800億円の経済効果が出たって言ってますので、そういうような、まあ、きれいにするようなものって結構簡単なものであれば Excel の結構パーツみたいな数式でも皆さんに伝えることで、きれいにできるところもあると思いますので、まあ、そういうところは、なるべくですね、みんなでデータクレンジングツール、日本中の企業がみんな作るってもう無駄ですし、日本中の自治体がみんな作るっていうのも無駄なので、なるべくみんなでそういう共通的なツールというのを、まあ、共有できるようなんですね、この次のセッションにもつながる話なんですけれども、そういうツール群をうまく整備していくような仕組み作りっていうのはやっていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、研修というところだとですね、今ちょっとコメントで新しく上がってきているものの中に、まあ、これも匿名さんですね、職員にピボットテーブルの講習をやると喜ばれるし、テーブルとクロス集計の関係が分かってもらえる気がしますというコメントがありますね。そうですね、ピボットテーブルの機能って皆さんお使いになってますかね、いかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、普通にそういう研修いかがでしょうかね、やってみるというのは。まあ、実際触ってみようって、すごく、まあ、おっていうのは小さい成功体験として、ピボットテーブルは多分普段使ってる人はピボットテーブル使ってないのっていうのがあるかもしれないですけど、意外とそうじゃない方ってすごく気合と根性でピボットテーブルを手でやってる人って多いので、まあ、そういうところからやると、さっきの林さんもおっしゃってた生前化の考え方とかが入ってくるんで、やってるとおっていうのは ありだなと思いました。本当初めの一歩ですけども。なるほど、ありがとうございます。そうですね、林さんは先ほどのプレゼンでピボットテーブルではなく手動でこうコピペすることもできるっていうふうにご紹介いただいたんですけれども、その意図としては、まあ、やはり簡単にもっと簡単に使える方法ということなんでしょうかね。もともとテーブル形式のデータをいろんな形 の統計表にまとめようっていうような機能が非常に充実してますよね、ピボットテーブル。ただそのもうなんかこう職員がいろいろ作業して作ったクロス集計表を
テーブルに戻すっていう方法はピボットテーブルではできないので、やっぱクロスじゃなくてテーブルをやっぱり生データとしてできるだけ出したいなっていうような思いがありましたんで、あのクロスをテーブルに戻す方法っていうことで先ほど提案させていただいたんです。なるほど、ありがとうございます。はい、確かにピボットテーブル、あの私もあんまり使わないで他のツール使っちゃうんですよね。結構 Excel のやつ、あの癖があるというか、ちょっと使いづらいなって思ってしまったもので、まあ、いろんな他の、私はオープンリファインとかタブローとかそういうものを使うんですけれども、そちらの方が結構便利だったり、無料で使えるものも結構あったりするので、そういうのもお試しいただけるといいかなと思っています。はい、それではですね、残り時間わずかになってまいりましたね。はい、そうですね、最後にあのスライドの方で結構上げていただいていると思うんですけれども、会場の方でどうしてもこれちょっと聞いておきたいとか言っておきたいっていうことをお持ちの方いらっしゃったりしますかね。いかがでしょうかね。はい、いないと。よろしいでしょうかね。なかなかこれだけ揃う機会ないんですけれども、ここでそうするとですね、そうですね、登壇者の皆さんの中でスライドのコメント、特にちょっとこれ答えておきたいっていうのあったりしますか。それかあのここまでの議論で詳しくみたいな。あ、では古川さんお願いします。すいません、よくしゃべって、あの5スターのあれはやっぱりすごく良いなと思いました。やっぱりあみんなちょっとあの表、まあ、一昨年ぐらいあの5スターってあれどうなんっていうなんかイベントありました。あれすごい良くて、大体のオープンデータ研修資料にあれ出てくるんですけど、あれも結構懐かしい話なので、え RDF ってあるとかいう話とかもなっちゃったりしますか。まあ、ただあのエッセンスは引き継ぎながら Excel でもできますよとかいうふうなあの見方はとても良いし、多分常に新しい見方やなんか考え方はアップデートしないとこちらも終わるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。あ、奥村先生、はい、ちょっとマイク持ってまいりますね。あの皆さん、ちょっと林さんのね、コメントが非常に共鳴したんだけども、結局元々のデータっていうのは生データがあって、それで個人情報全部入ってる。でそれからみんな使ってるわけです。まあ、現データは変わらないわけです。そこからあの、個人情報を外してねやるということについて、これは手作業なんですけど、どうしてるんですか皆さん。そこ自体をこうあのクレンジはないんだけど、個人情報を落としてね、公開処分にしていくプロセス、ここをもっとなんか自動化できないのかなと非常に思っていて、そこができるとかなり楽にならないかなって気もするんですけど、どうなんでしょうかね。エンジニアの方に聞きたい。はい、あの答えても大丈夫ですか。あのおそらく自動化できるんですよね。そこはあの自動あの個人情報のルールさえ決まれば、あのここを匿名化するとか、あのルールさえしっかりしていればそれは実装はできるはずなんですよね。問題は社会のルールの方がきちんと定義されてないからこそ、あの自動化できない部分があると。いやだからそれはね、決めちゃえばいいんですよ。その通りですね。で国が決めないんだらね、こちら決めちゃって、それでこれを普及させるデファクト でやっちゃう方が早いんじゃないかという気がするので、平本さんどうなんですか。国あの決めていただけるもんだったら、もうそれでデファクトスタンダードができたら僕たちも楽ですし、あのそれはどんどんやっていただければありがたいなと思います。やりましょう。はい、はい、ありがとうございます。このクオーディラでやったらどうかと。はい、それではですね、もうお時間になってまいりましたので、最後に登壇者の皆さんに一言ずつですね、何かあの今後のメッセージでも何でもいいのでちょっとお話しください。では平本さん、今ちょっと答えちゃいましたが、はい、落合さんずるいっていうではないんですけど、まあでも、地図の情報とか位置の情報とかテキストはまだまだいろいろやることが多いんで、ぜひあの皆さんも頑張っていきましょうということでした。どうもありがとうございました。ですね、あの今あの保険のアプリを作ろうと頑張っていて、3月ぐらいにできる予定です。でなるべくですね、あの宮崎県だけじゃなく他の都道府県市町村でもできるように
したいと思っているところなんで、もし出来上がったときは見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、私今 あの京都市役所のオープンデータの仕事をして、あの今年で5年目になります。でもうそろそろ移動の時期かなという感じで、また移動したら全然違う仕事をやるっていうことになっちゃうかもしれないんですけれども、このデータ活用、オープンデータ、LOD の普及にね、あの今後もあの自分個人の取り組みとして頑張っていきたいと思ってますんで、また応援よろしくお願いします。はい、それでは皆さんありがとうございました。はい、あの登壇者の皆さん、そして会場にいらしていただいた皆さん、あとスライドのでコメントいただいた方々、本当にありがとうございました。それではより良いオープンデータをみんなで作ってまいりましょう。ありがとうございました。いろいろ教えてください。